北海道電力の泊原子力発電所が停止してから今日で10年です。この10年、北電が一貫して再稼働ありきを訴える一方、エネルギーをめぐる社会情勢は大きく変わっています。東日本大震災の後、泊原発に作られた高さ 16.5 メートルの防潮堤。しかし地震による液状化で沈下する恐れがあるとして作り直すことになり、取り壊しが始まっています。10年前の2012年5月5日、運転を停止した泊原発。再稼働に向けた審査では、去年懸案の敷地内の断層について活断層ではないと結論付けられましたが、その断層以外の地震や津波、火山についての影響評価は終わっていません。自社に地震について、津波について、火山について少なくとも専門的議論に応じられる人材を抱えていただきたいと思うんですね。審査のやり取りをするのに十分な対応が北海道電力にこれまで見られなかった。それでも北電の再稼働ありきの考えはこの10年間一貫しています。何よりも発電時に CO2 を出さないで、カーボンニュートラル、今後2050年ということでこの先進めていくこととなれば、やはり再生可能エネルギーの導入拡大と、それから泊発電所の再稼働、これを両立していくこと、またその再稼働というのは必要不可欠ということで。一方、エネルギー問題が専門で新潟県にある国際大学の吉川武雄副学長は、原発を使い続けるのは使用済み核燃料の処理問題や軍事やテロの標的になるリスクがあると指摘。その上で、北海道こそ再生の電源がたくさんありますから、分散型電源を率先してどんどん広げていって、分散型電源のモデルになるような地域になっていくっていうのが本来の北海道電力が福島の事業の後進むべき方向だったと思うんですけども、そこは未だに大電源に依存するっていう体質は変わってないんじゃないかなと思います。原子力とか石炭火力は一応設備はすでにありますので、安全確保だとか、なるだけ CO2 を減らさないような設備改良だとかを加えて、それでいわばつなぎとして使っていくっていう。再び道内に原発の火が灯るのか。泊原発が停止してからすでに10年が経過しました。